中学生におすすめの本3選。ごきげんよう、ベリです。今日も本読む文学 YouTuber です。今回は中学生におすすめの本3選を紹介します。私が3冊選びました。単体で書評動画出ているものもあるんですけれども、中学生が読むという視点でお話ししていますので、よかったら最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは早速1冊目いってみよう。14歳明日の時間割という本があります。主人公が14歳だから安易に選んだんでしょって言われたら、まあ確かにその部分もあるんだけども、それだけじゃない。この本は中学生が書いてるんです。まあ今は高校生になってるんだけれども、書いた当時は中学生作家による青春短編小説集です。なんかさ、大人が作った中学生像じゃなくて等身大で書かれてるっていうのが良くないですか。家庭科クラブに入る男子や体育が大の苦手の女子なんかが出てきて、それぞれの心のモヤモヤと向き合いながら笑って考えて、最後はほっこりっていう内容のお話です。で、これは連作短編っていう形式で、1時間目国語、このお話一つだけでも楽しめるんだけれども、微妙に登場人物とか話っていうのがつながっているから、こう一冊としての厚みもある。もう全部の話に出てくる中原くんっていう男子がめっちゃくちゃイケメンなんですよ。まあ、顔は知らないけどね。とにかく立ち振る舞い、男子も女子も惚れるはず。私がね、特に好きだったのは道徳の時間かな。男子中学生が主人公なんだけど、ある日お父さんが出てちゃって、でお母さんの恋人らしき見知らぬ男性、未知っていう人が紐として転がり込んでくるのよ。まさかのお母さんもいないから、なんか2人暮らしになるのね。でもこの未知っていうのが家事は完璧だし、部活の試合も見に来てくれるし、なんか悪い人じゃなさそうなの。でもやっぱこの生活はやばいじゃん。周りからバレ始めてどうなっちゃうのっていうお話です。この未知がさらりといい言葉を言ってくれるんですよ。学生時代って、まあ私振り返ってみるとね、こう関わる大人が親と教師と、まあ、塾の先生ぐらいしかいなかったんだよね。まあ、今だったら YouTube でね、まあ、いろんな大人の人見れるとは思うんだけど、やっぱり直接関わるのとちょっと違うじゃない。未知みたいに程よい距離感の大人がいたらすごく良かっただろうなってこの本を読んで思いました。息ができるならまだ大丈夫だ。この本を読んだら絶対に印象に残ると思うので、ぜひ読んでみてほしいです。でこの本は作者鈴木瑠璃香さんの2作目の本なんですけれども、デビュー作のさよなら田中さんもおすすめです。こっちも連作短編集で、主人公は小学生です。読書好きの小学生だったら鈴木瑠璃香さんの本は読めると思います。いやもうこっちはね、感動して私は泣いてしまいました。私は大人の目線で読んじゃったけど、実際の中学生とか小学生の目線で見てみて、この本がどうだったのかってすごく感想気になるので、よかったら教えてください。では中学生おすすめ本2冊目に参りましょう。クイズです。お金を手に入れる方法は全部で6つあります。1、稼ぐ。2、盗む。3、もらう。4、借りる。5、増やす。そして6つ目が、こんにちは、お金の教室の著者の高井です。これはあなたへの挑戦状です。お金を手に入れる6つ目の方法、わかるかな。やばい、作者から挑戦状来ちゃったよということで、中学生おすすめ本2冊目は高井宏明さんのお金の教室、僕らがおかしなクラブで学んだ秘密です。この本は現役経済記者の作者が娘さんのために書いた家庭内小説、これが元になった本です。皆さんも漠然とね、将来は何らかの職業についてお金を稼ぐであろうっていうことは想像してると思うの。でもね、そもそも働くって何とか、そのお金の流れどうなってるの、貧富の格差ってなんで広がるの、資本主義ってそもそも何、不況って言われてるけどどういう仕組みなの、こういうことについて、ま、気になりはするよね。だけど問題は難しそうっていうことじゃないですか。そこでこの本ですよ。
お金に関する基本的なことをさっき言った稼ぐとか盗むとかいう6つのキーワードに当てはめて分かりやすく説明してくれます。まあでもね、分かりやすいって言ったって勉強チックなのはやだよと思った人もいるかもしれません。このお金の教室の一番の特徴は、青春小説を読みながらお金の知識が入るっていうことなんです。主人公は男子中学生のサッチョーさん。彼はサッカークラブに入りたかったんだけれども、くじ引きで外れてしまって、ソロバン勘定クラブっていうちょっとつまらなそうなクラブに入ることになっちゃうんです。でもう一人クラブメンバーがいまして、それが白子さん。彼女は町一番の大富豪の娘、成績は学年トップクラスで美人、はいはいっていう感じですけどでもね、彼女はなんだか大きな悩みを抱えていそうなんですよね。で顧問は海舟さんって言って、2メートルぐらいある男、謎の紳士。そんな海舟さんはクラブで宿題を出します。パチンコ屋は役に立つ仕事ですか、考えなさい。私から100万円を借りなさい。毎回ぶっ飛んでるんですよ。いや子供相手にそれ言うみたいなねでも自分の力で考え抜いて3人の絆が深まっていくっていう物語です。これだったらなんだか読めそうな気がしてきませんか。 GDP とかリーマンショックとか、なんか言葉は聞いたことがあるなっていう正体もみんなで探っていくから、自分もクラブのメンバーに入ったような気持ちで知ることができます。もしかしたら中学生の自分には難しいよって思うお話も出てくるかもしれない。でもね、お金のことって難しいのよ。だから全部一気に理解する人必要はない。分からなくても OK。 とにかく青春小説を読んでみよう、楽しんでみようっていうスタンスで始めてみてください。もしね、親と仲良かったらちょっと聞きながら読んでみるっていうのもいいと思います。ちょっとだけ背伸びした選書をしたのには意味があって、私も YouTuber の友達がいるんだけど、そこで話してるとね、学校でもっと経済について教えてほしかったよねって話題が出てくるんですよ。もちろん中学生であれば公民で、ちょっと習うと思うし、高校であれば政治経済っていう選択科目もあります。でもね、それだと正直全然足りないです。お金について考えるってなんだかいやらしい感じがするかもしれないけれども、私たち生きていく上でお金って切っても切り離せない存在です。たかがお金、されどお金なんですよ。だから早いうちからきちんと仕組みを知って正しい付き合い方を考えるっていうのはとっても大事なことだと思います。今は同じ会社に勤めてお給料をもらい続けるということが難しくなってきているなんて言われていますよね。じゃあそうなった時にお金の仕組みを知っていればね、自分がこれから進むプランとお金についてのそのスタンスっていうのが決まることで自分に余裕ができると思うんですよね。だから中学生も高校生も経済に興味があるよっていう人には読んでみてほしいです。では中学生おすすめ本3冊目いってみましょう。正直学校生活しんどいですっていう人いますか。実は私も特に中学時代はしんどくって、本が友達だったんですよ。で読んだのは大人になってからなんですけど、ああ中学の時にこの本を読めていたらどれだけ救われただろうかっていう本があるので紹介します。じゃん、辻村瑞希さんの鏡の古城です。表紙めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。主人公は中学1年生の安西心ちゃん。心ちゃんはあることがきっかけで学校に行けなくなってしまいました。部屋に閉じこもる生活が続いている中、なんと部屋にある鏡が光ったんですよね。でその鏡に手をかざしたところ吸い込まれていって鏡の世界にたどり着いたんです。そこには立派なお城がありました。中に入ってみると自分と同じくらいの年代の子6人、そしてこの本の表紙にもあるけど狼様っていうのがいたんですよ。でこの狼様から9時から5時の間毎日鏡の世界を開けるから約1年の期限の中で願いを叶える鍵を探しなさいって言われるんです。でもさ、9時から5時ってさ、学校のある時間じゃない？そう、ここに集められた心を含めた7人の子供ってもしかして何らかの事情で学校に行けてないんじゃないかなっていう予測が立ちます。さあ、願いを叶えられるのは1人だけです。みんなはどんな行動に出るのでしょうか。そしてそれぞれどんな過去を持ち現実の世界は変わるのかどうかと
というお話です。結構分厚めの本ではあるんですけど、ハリーポッターとか夢中で読めちゃう人は全然余裕だと思う。まあらすじ聞いてもらった通り、鏡の世界に行くファンタジーなお話ではあるんだけど、ミステリーの要素もあるんですよね。選ばれし7人の関係性も気になるし、狼様の正体、何の目的でこの世界を作られたのか、そういったことも全てがつながって最後にあっと言わされます。みんなそれぞれ心に傷を負っている状態だから、少し重たく感じられる部分が読んでる途中あるかもしれないけれども、最後は感動で満たされるお話です。泣けるっていうか泣いた。辛い時って現実逃避できる別世界があったらいいなって妄想しませんか？それをね、リアルの場所として確保するっていうのはすごく難しいと思うけど、私は本の世界へワープすることで現実逃避してました。だからこの作品もその選択肢の一つになればいいなって思っています。皆さん3冊の中ではどれがお気に入りでしょうか？本日の投票カードポチッと押してみてください。今回紹介した本は単体で書評動画も出ておりますので、気になる方はそちらもチェックしていただけると嬉しいです。いやー、私は本当に中学時代は本に救われましたからね。皆さんの中学校生活も彩りを与えるような相棒に出会えることを祈っています。よかったら皆さんの中学生におすすめの本もコメントしていただけると嬉しいです。最後までのご視聴ありがとうございます。この動画が面白いな、参考になったなと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録そして高評価よろしくお願いします。コメントや動画の SNS での拡散もしていただけると嬉しいです。それではごきげんよう。